い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデル日産スカイライン GTR R32 を紹介します。トミカ博のシーズンも近くなってきたので、イベントモデルをチェックしていきます。このモデルは日産スカイライン GTR R32 のイベントモデルです。フロント部分を見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトはクリアパーツでできていて、ウインカー部分もオレンジのクリアパーツになってます。グリル周りはこんな感じだね。で、ボディカラー自体はブラックのソリッドだね。で、助手席側を見てみるとこんな感じだね。32トミカイベントモデルってプリントされてます。この32っていうのは R32 のことかな。で、レッドのラインがアクセントになっています。で、後ろの方はこんな感じだね。 GTR のロゴがプリントされてて、テールランプはレッドの塗装になってます。運転席側の方はこんな感じだね。助手席側とデザインは同じになってます。で、上の方を見ていくと、ルーフ部分とかには特にプリントはないね。で、リアスポイラーの方はボディと一体形成で作られてます。内装の部分はこんな感じだね。ブラックで少し見づらいけど、シートはバケットシートになってます。で、このクォーターガラスのところもクリアの樹脂パーツになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ドアの開閉アクションがついてるね。で、後ろの方は日産スカイライン GTR R32 ナンバー20番の1989年の写真になってます。1989年って言ったら約20年ぐらい前だよね。時代を感じる車種だね。今と比べるとやっぱり作りは今の方がいいかな。こういうリアスポイラーの部分もボディと一体形成なんだけど、完全にリアスポイラーくっついちゃってるもんね。でも R32 の GTR はかっこいいね。箱の方はいつものトミカイベントモデルのパッケージと同じだね。ナンバー16番でプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。日産のオフィシャルライセンスだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデル日産スカイライン GTR R32 を紹介しました。 R32 っていうとすごく懐かしいモデルだけど、 GTR はやっぱりかっこいいね。で、このモデルを手に入れたい方はイベントモデルなので、トミカ博で購入することができます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。